コーラハウスしよう。これハウス、コロちゃんお利口さんやね。コロちゃんハウスしてや。雨降ってきたで。お利口さんやねって言ってコロちゃんに言ったら、はいハウス。はい、よし。日曜日の雨はつらいな。これハウスして。コロちゃんお利口さんハウス、ハウス。諦めてトポトポ感出すのやめて、俺が一緒に行かなかのか、コロ入って。涼しいけどさ、雨降っとるでね。よいしょ。あ、ハウスしとけや、もう。よいしょ。ゆっくりしとりゃ。なんかさくらがおらんって。あれ、さくらどこ行ってもった。なんでさくらこんな端っこにおんの。コロちゃんハウス、雨降ってきたよ。はい、ハウスしよう。はい、はいはいはい、入ってください。これハウスして、中入りゃ。はい、ハウス。出てこんことを祈る。結構降ってきたな。さあ、とりあえず掃除は終わったでよかった。もういいのコロ。もうハウスじゃ雨やで。あるもハウス。閉めとく。でもおしっこしたいという感じでね。プールの掃除しとったらあそこにおるし。もうあるちゃん。ハウス。雨降っとるよ。来ちゃった。あるハウスしや。ブラン、おいで。人がいいんやな。ブラン、はよで。ブラン、よしよしよし。この間ごめんな。どうしたの？あまり慣れてないので。ブラン。ハニー。もうちょっと痩せな。どうしよう。よしよしハニー、よしよしよし。ハニー、ハニーさん、ハニー、ちょっとお前これここで痩せろ。ハニー、ハニー、はいで。顔突っ込んどる。ハニー、はいで。ハニー、はいで。こっちで。何やっとん、何やっとんの。うん、歩くだけでもええわ。泳げるやろ。泳げるよ。川とかでも泳ぐけど。うん、泳ぐやん。うわ、ここ入っとるやつ。ああ、うまいうまい。はい、そら。ありがとう、ありがとうございます。ブンタって顔しとるな。アンズ、あ、見てくれてありがとう。マロ、あ、いらっしゃい、いらっしゃい。あ、ありがとう。マロ。何？何？マロ。ごめんな、誰も。なんか今日雨降るって言ったもんで、誰も来へんくて。マロ、はい、よしよし。はい、マロ、走って。はい、走み。マロ。どうした、なんか気になる。マロ、おじさんと走る。はい、よし、こい、よしよしよし。はい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 、マロ、はい、
あ、来た来た来た。あ、よしよしよし。おしよしよしよし。はい、来い。えい。よしよしよし。はい、来い。これ完全におちょくってますね。はい。よし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 。マロおいで。よし、来い。すごい運動神経ですね。はい、マロ、はい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 。ムタ。まず、はい。よし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 。ムタおいで。ムタ。ダメや。あ、来たよ。ね、脚立に登らんくってよくって、うん、タープが張れる方。はい。行くよ。はい。あ、エースが入った。あ？エースが入った。インス入ります。俺でも画期的やと思うんやけど、俺は。あ、見とらんでいいです。見とらんでいいです。ちょっと待って。ああ、そういうことね。画期的だそうです。画期的。これ、脚立登ってないでしょ、うん、で、これ破れたのは安いやつなんです。はい、うん。で、こうやって、かけるやろ、ここで、これが、要はこうやってなった時に、はい、これでこうやって引っ張る。はい。OK？ はい。こうすると登らんでいいやん。パチャンと。はい。いきます。はい、で、次こっちね。はい。これ破れとるのは安いやつやで、うん、で、これはこうやってやっとる。引っ掛けて、あ、そこでいいですか。うん、ここでいいよ。うん、で、ね、こう引っ張ってこの、こうやって抜き取るやつをぎゅーっと引っ張ってカチャンね。はい。で、ここと、あそこをちょっと押してくれ。ああいう風になっとってできますよ、次。ここからがちょっとね、力がいるんだけど。ああ、それ一回やりましたけどね、木俣さんと。全然はまらなかったです。はまらなかった？うん、力がなさすぎて。こういうふうに、カチャンっていきます。はい。で、カチャンっていったら、これを。引っ張る。よいしょ。よいしょ。体重かけて。あ、やるとカチャンと、はい、いくやろ、はい、で最後だからこれをこれもちょっと破れとるのは安いで、うん、安いやつやもんで、こうやってやればちょっと丈夫になるといい。あ、そこにかける、輪っかにかける、うん、ここのところに、よっ、これがはまらんねえな、まあ、はまったことにしよう、うん、でこれをまたギューッと引っ張って、おほら上がってくやろ、こっち取って、いやここ引っ張るとこうやって、はい、ほらはい、こっち、うん、こうやって脚立に登らずにカシャンと、ほら、はい、晴れますので、はい、こんな感じで晴れますよという。素晴らしいです。はい、どうしましたか。よりみんなおるかな。あ、あそこと。さくら、大丈夫よね。何その手。はい。じゃあある呼んでくるね。
こういう桜熟睡あるダダコネ。ちょっと下がるか。もうある、ちょっとどこ行くの、おしっこしてくる。あるじゃん、ハウス、あ、ハウス、よいしょ。なんか汚ねえなこれ。よいしょ。どっこらせ、どっこらせ。はいはい、アルちゃんゴー。はい、いいよ。よいしょ。足元開いとった。で、まあ、先日のあの変な電話がかかってきたっていう動画を上げさせていただいたんですけど、あのその動画、もちろん視聴者さんであり、お客様でありという方がの中には、やはり中には警察官の方が見えたり、いろんな司法の方が見えたりします。でやはり見てくださってて、やっぱ心配で来てくれ、あの心配で来ましたというふうで言っていただいて、もう本当にありがたかったです。で、まあ警察行ってもいいし、僕行っといてもいいですよっていう、そのね、私たちのこの鏡原市内の方に、で実際本当に気をつけてくださいっていうことをやっぱりおまわりさんから言われると、やっぱりちゃんと気をつけよう、あの本当気をつけてますと、ここ最近特にあのカメラをしっかり見てたりとか、外に出す時もやっぱちょっと注意して、ね、営業時間外なんか特にしてますので、大丈夫だと思うんですが、本当に皆さんにご心配かけて申し訳ないなっていう気持ちと、本当にそういうふうに来てくださった方、お客様であり視聴者様に本当に感謝しております。皆さん本当にいつも温かい目で見守ってくださっていることに感謝したいと思います。まずはほんで警察の方で記録として残してくれるということを、伺いましたので、まずはご報告ということでさせていただきます。それではまた。